西宮街道は、西宮から、小浜宿に至る街道の名称。馬街道の別称もある。また現在、中津浜線を、逆、瀬川付近で、西宮街道とも呼ばれている。酒造のための米や酒を運搬した。西宮から、宝塚市小浜宿に至るルートで、下記の地域を通る。小浜宿で、有馬街道、京伏見街道等に接続する。 向こう側には橋がなかったため、一欠市では私船があり、大正時代まで運行していた。壇上の集落の西で、今津、高木道と分岐する。また、広田集落の東で西国街道に接続する。西国街道の分岐点から今津、高木道との分岐点までの間を、昔は薬人業大道とも呼んでおり、道標が残っている。現在は、 阪急今津線の段の上、踏切より、西側の部分を、薬人山筋と呼んでいる。明治時代には小林から向こう側の西側を北上し、生瀬橋西側にて、有馬街道に接続する道路が作られた。この時に、西宮街道は、小林小浜塾の区間が、小林生瀬に切り替わった。西宮街道のいくつかの部分は、 現在の兵庫県道337号、生瀬門湖総線の一部となっている。街道を訪ねて。宝塚市。2020年11月25日閲覧。谷賢治。根弱マップオンザウェブ。2020年11月30日閲覧。2、収録の1、2万。生瀬の地形図から見て取れる。ありがとうございます。